はい、オートレーサーの鈴木慶一郎です。今回は、自分の所有している、自動車とバイクを紹介していきたいと思います。はい、慶一郎選手、この車の名前から教えてもらってもいいですか？鈴木の、エブリィの、17ってタイプです。この車は思い入れとかはあるんですか？これは、今までで1台しか新車買ったことないんですけど、はい、その1台の新車で買った車になります。その新車で買おうって思った理由とかはあるんですか？今まで中古を買ってきて。はい、エブリィが欲しかったっていうのもあるんですけど、ちょうどその時に SG を初めて全日本選抜を取った時に買おうと思って買った車です。こだわった点とかあったら教えてください。こだわったのは、エアロパーツを、ここのメーカーの全部新車の時につけてもらって、ちょっといいホイールをつけたって感じですかね。他にもありますか？他は、特にはないですけど、さっきマフラーもこだわったって言ってたんですけど、はい、忘れてました？マフラーは、このエアロパーツに合うマフラー、つくマフラーがなかったので、自分で切って溶接して作りました。自分でまた溶接されたんですか？そうですね。溶接もできるんですか？はい、溶接も高校の時に習ってたので。資格もいっぱい持ってるとかちらっと私聞いてるんですけど、教えてもらってもいいですか？資格。はい、溶接も持ってますし、電気工事士とか、危険物とか、工業系の、仕事に使えるような資格は結構たくさん持ってます。もう一人で会社もできそうですね。他にこだわった点があったら教えてください。他は、メッキパーツを、車体が黒なのでメッキが合うと思って、この辺とかメッキをつけてます。ありがとうございました。このバイクの名前から教えてもらってもいいですか？これはスズキの GSX250E っていう形になります。これはどういったバイクですか？これは自分が高校の時に乗ってた、250です。これはもう自分の父親が乗ってたバイクなので、自分でカスタムしたっていうのはほとんどないです。そうなんですね。はい、こだわってる点は、フロントの、ブレーキ周り、フロントブレーキ周りが 400cc の250なんですけど、 GSX の 400cc のフロントフォークを入れて、ブレーキがダブルディスク、左右にダブルディスクにしてるっていうのと、リアが本当はドラムブレーキなんですけど、それを 400cc のやつでディスクブレーキに改造されてます。なんでそのドラムとディスク変えたんですか？やっぱ見た目がドラムのがチャチく感じるというか、見た目と、あとブレーキの効きの性能もドラムよりディスクのが効くので。へー、はい、これなんかは、ステアリングダンパーって言って、ハンドルの硬さを調整するものなんですけど、オートレースのフロントフォークの前についてるダンパーを落車して使わなくなったやつを使ってます。これは走ってる時は何か違いがあるんですか？これはハンドルの重さがここで調節できるっていう、すごいいいものです。あと塗装も全部し直して綺麗になってますね。それお願い、自分、これは、自分が今競争車のフェンダータンクとかお願いしてる塗装屋さんにお願いして塗ってもらってます。あ、そうなんですね。あと、音も旧車らしく乾いた音といいますか、空冷独特の、音ですごい気に入ってます。音を聞かせてもらってもいいですか？はい、お願いします。こんな音です。ありがとうございます。いい匂いがしました。
を聞かせてもらってもいいですか。ありがとうございます。いい匂いがしました。以上です、はい、ありがとうございました。はい、ヘイチェロー選手、次の車名前から紹介してもらってもいいですか。はい、これは20系の、セルシオになります。さっきもなんかセルシオ見た感じがするんですよ私。はい、同じ車ですか。これはさっきのセルシオよりも古い形になります。先ほどのセルシオを乗るきっかけになったセルシオになります。きっかけですか。はい、まあ、自分はあまりセルシオ乗りたいって思ったことはなかったんですけど、マキが、私ですか。はい、はい、私です。私ですね。がセルシオが好きで、乗りたい乗りたいって言ってた。乗りたい乗りたいって言ってました。知り合いのところにあったセルシオ、もうずっと乗ってないで置いてあったセルシオがあったので、乗らないんですかって聞いたら、まあ、ケイチロー君が乗ってくれるなら乗っていいよってことで譲り受けて、最初はこれ乗ってたんですけど、乗ってるうちに自分がハマって、まあ、セルシオ欲しいなと思って探してたら、父親が、まあ、サンマルのセルシオ売ってるよって言って、本当は父親が乗りたいセルシオで買ってこいって言われたんですけど、それを買いに行ったら自分がそれが欲しくなって、で先ほどのセルシオは自分が乗るようになって、でこの20っていうのは、父親に渡したものです。紹介したい部分はありますか。紹介したい部分は、まあ、これもさっきのセルシオと同じようにキャリパーを自分で塗装して。キャリパーって何ですか。ブレーキのパーツになるんですけど、はい、まあ、これを家の前で風邪ひいて熱出しながらなんか塗装した覚えがあります。3年ぐらい前に。あ、出てましたね熱が。はい、あなたも出てましたね。はい、一緒に出ましたね。一緒に熱が出て、そんなことありました。はい、家の前で塗装しました。はい、熱の思い出の。はい、はい、でこれもテールが自分が一粒一粒の LED 埋め込んで。また一粒やっちゃってるんですか。もうタコ流れたりするんですかこれは。はい、後ろは流れます。こんな感じで後ろも20と30の違うところとかあるんですか、はい、乗ってたりとか。乗り味は20の方がエンジンのパワーがある感じがします。30の方は高級感があるというか、なんか雲の上をさーっと走るようなスムーズ感。わかります。助手席に乗ってたら酔いますよね、すぐ酔すぎて。そうですね、なんか船のいい船に揺られてる感じです。はい、わかります。はい。吉川選手がセルシオ好きなのなんか理由あるんですか。高校の時に多分流行ってたんですよ。高校か中学校ぐらい、多分その街をみんな結構セルシオが通っててかっこいいと思ったんですよ、憧れで。当時多かったんですよね、すごい。それで憧れて、そしたら自分がレース行ってる間に買ってました。でも元々お好きなんですよね。自分は車が好きなだけでセルシオが好きとかではなかったんですけど、この20乗ってもうセルシオの良さを知っちゃって。おー、マキさんに教えてもらった。そう、私が教えたよね。そうやって仕込まれたのかもしれないです。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。